わってからね、メイクとかセットしようと思って、何もしてないかったらさ、まさかのさね、まさかの前髪が長くなってた。可愛く発見ありがとうございます。はるちゃんおはようって、おはよう、うざみてありがとうございます。コウモリありがとうございます、ありがとうございます、ね、あ、ペンライトありがとうございます。なんかさ、この前髪重いな。で、巻いたらちょうどいいんですよ。でも今日はまだ巻いてないから、めちゃめちゃ目にかかりますね。うん、だからこうすればいいか。 OK、 こうだ。もういい、もう諦めた。前髪こうだ。あ、眠くん、あ、眠くないよ今。全然眠くないけど、むくんでおります、顔が。まだ。コウモリありがとうございます、ありがとう。ナイシューって、沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます。おはよう、コンサート行くよって、新潟に向けて出発しましたって、で、ありがとうございます。ぜひ待ってます。南川待ってるね。見つけますね。じゃあね、おはようチュンって、おはよう、おはようございます。携帯が倒れそう。おはよう、うざびてありがとうございます。自分で前髪切っちゃう派ですね。自分で前髪切っちゃう。だってどうせ巻くからさ、失敗してもね、ちょっとは大丈夫、ちょっと失敗しても大丈夫だけど、でもなんかもうここだったらもうパッツンだから、パッツンすぎたらもう負けないからね。そうなるとやばいけどね、あのちょっとは大丈夫だから自分で切っちゃう派ですね。ブザビートありがとうございます。おはよう、おはようございます。コウモリありがとう。早くはるちゃんを劇場で見たいってですね。早く劇場公演をやりたいですね。昨日ウラナンバトル2にまこち出てたから見に行ったよって。あね、すごく私も知ってます。なんかあれですよね、なんだっけ、なんだっけ、なんかやってたらしいですね。うん、見てないけど。新潟着いたよって、早いね、早いわ。新潟寒い、わかる、新潟寒いですね。豚汁食べて頑張ろうって、そうだね、私のお家に豚汁があるっていうことをなんで知ってるんだろう。メールかあ、ドクロ、ドクロ、これドクロの花火ありがとうございます。かぼちゃありがとう。ブザビートありがとうございます。南川遥香です、おはよう。お仕事だから行けないけど嬉しい告知を待ってますって。あ、そうなんね。で、告知あるかな、あれば、ね、嬉しい告知があればいいね。はるち日曜日なのに早いねって。あ、今日はあれですね、今日はツアーなので早起きなんですよ。昼は前から2列目だからガン見するねって。あ、怖い、ガン見するねだってやばい、緊張しちゃうわ、なんかめちゃめちゃ緊張。あ、やばい、リップ倒れました。あ、コウモリありがとうございます、ありがとう。今日仕事で会社行けないから魂だけ参加しますって。あ、ぜひぜひぜひよろしくお願いします。おはよう、かいこ発見ありがとうございます。ブサビートありがとう。おはよう、おはよう
ございます。朝食豚汁にうどん食べて食べるわって。で、豚汁にうどんめっちゃ美味しいですよね。私も好きですね、豚汁にうどんは最高な組み合わせだと思います。今日あたり県民会館の隣の白山神社にポッポ焼きの屋台が出るかもよって。本当？でポッポ焼きさ、あれなんだよね、屋台のやつはなんか食べたこと一回しかないな、ポッポ焼きは。食べてみたい。ポッポ焼きまだ一回しか食べたことないんだよね。え、食べてみたいな。ね、シバナにもガミはダメって言われたってね、ガミはちょっとやばい、怖い今日行けなくてごめんって。あ、全然大丈夫ですよ。ね、皆さんの予定もあるだろうし。沼にはまりに来ましたって、ありがとう。おはようございます。おはよう。やばい、すごくくしゃみ出そう。はるちゃん、お目覚めはいかがって。めっちゃね、今日はいい感じですね。あとはメイクがうまくいけばすごく調子がいい一日ですよね。僕も魂だけ参加しますって、ありがとう。おはようございます。おはよう。ポッポ焼き美味しいよってですね。あの、一回食べたことあるんですけど、私もすごい好きな味でしたね、ポッポ焼き。うんね、ポキモト焼きって、あ、違う。あ、コウモリありがとうございます。嬉しい、ありがとう。おはようございます。ポルカ焼きもあるかなって、いや、ないよ私やな、一回チラ見ならいいのって。チラ見、うん、チラ見なら。おはよう、今日の天気はって、ありがとう、聞いてくれて。あのね、最近ね、この時間になんか天気予報を見すぎて通知が鳴るようになってしまって、で、あの、天気を表示って出てくるようになってしまったんですよ。シリがなんかやってますね。ね、最高気温17度、最低9度、今10度、曇り時々晴れですね、今日は。うん、でもさ、なんか17時からさ雨になってるけど大丈夫これね。17時から雨なんだけど、これね、雷注意報出てるんだけどさ、私の天気予報がダメ。ね、ポッポ焼き家でも食べれるの？あ、そうな。ちゅんちゅん、おはようって。おはよう。ね、今日の髪型は決まってるのって、いや、わからない。え、でもいつもの壁下通りの髪型だと思います。おはよう。今日は夜公演だけオンラインで見ますって。え、嬉しいね。じゃあぜひ私のこと探してね、オンラインでも。イタリアン食べましたね。オンラインの配信ならガン見してもいいのかなって。あー、いいかもね。シリ学習中って、多分そうだね、学習中ですね。もう学習してるね。この時間になると通知が鳴ってね、天気予報見ろみたいな通知が出てくるようになってしまいましたね。ね、はるちゃんのお天気コーナーってね、この配信は一応ね8時かもしれないけど、わかりませんね。うん、私の
私の元気次第。8時、一応8時を予定しております。それより前になったら前になる。私すごく今目がむくみすぎてやばい。でもよくアイラインだけでここまでなんか漏れてるね。ね、アイラインするだけでなんで人生変わるんですかこれ。コウモリありがとうございます。パタパタありがとう。うん、朝から雨降ってたからそうかもって。あ、そうなん、そうなん。あ、コウモリありがとうございます。今日のメセカに当たりあるって、当たりというかなんだろう、カエルがカエル少しだけ描いたね。他は絵描いてないけどカエル少しだけ描いたので、それが多分当たりかも。当たりっていうか珍しいね。ブザビートありがとうございます。おはよう、ね、カエルが少ししか描いてないからめちゃめちゃレアカエル。朝配信にてはるちゃんのお天気予想、あ、予報コーナーを定番化させるのはありではって。え、ですね、シリーもそう言ってるので、ね、私はそう定番化にしますね。おはよう、ブザービートありがとうございます。コンボリありがとうございます。パタパタありがとう。そう、コンサート前だからね、ちょっとね無理しちゃダメだから私の体調に聞きます。8時かもしれない。そう、8時かもしれない。長くて8時、短くてわからない。今日はこの後忙しいだろうから早めに終わっていいのよって。いや、私の体調に聞くわ。で、ちょっと目覚めさせたいので配信で、うん、なのであれですね、どうなるかが分かりません。何、脅しに近いねって。なんでどこが脅しに近いんだ。元が可愛いんだよって。いや違いますね、元はあんまりですね。おはよう、可愛い子発見ってありがとう。おはようございます。初日と今日どっちが緊張してるって。うーん、私は今日だね。私は今日だね。初日は緊張と言っても、なんだろう、ステージの裏に行った時にもうやばいやばいってなってただけで、今日はずっと緊張してるかも。花束ありがとうございます。ありがとう。で、コンサート当日は体調万全にねって。ね、ありがとう、ありがとうございます。愛だけに、え、愛だけにてんてんてって全力でカエル探すわって。探せるかなカエル、うん、ね、ありがとう。あ、コウモリありがとうございます。ありがとう。え、おでこ出しませんこれからは。ね、なんかあれなんですよ、髪をセットするのは後でにしようと思って、ね、まっすぐにしてたんですよ前髪。そしたら配信越しだとなんか幽霊みたいに顔が隠されてしまって、だから前髪が長すぎてしまってセットしてない前髪は。なので横にしてます。今日は今日だけだよ多分。前髪を切ろうと思ってるから今日だけかも。うん、カエルレアだよ、レアだってレアカエルってついちゃってるもん、もう名前に。
は行けないけど娘がコンサート参戦で気合い入れ始めてきた。あ、本当？娘さん、じゃあ探します。娘さん。コウモリありがとう。パタパタ。ありがとう。ブザービートありがとうございます。可愛い子発見ありがとう。うん。ブザビートありがとう、ね、今日のレースはカエルです。あ、カエル、そうですね、皆さんあれだよ、私と目が合ってレースをレースされたって思ったらカエルしてね。カエル2人でカエルしよう、みんなカエルポーズしよう、みんなで。私がレスしたとしたらみんなカエルポーズしてねみんな見つける勢いで頑張ります。今日は T シャツ着て頑張りますって。どんな T シャツだろうね。おはようって、メイクさんに切ってもらおうって。あ、私は自分じゃ切っちゃダメかな。メイクさんの方がいいかな。うん、おはよう。配信のカメラにもレス忘れないんでねって。配信のカメラね、ぶっちゃけあまりよく分かってない。どこにカメラがあるのかが分からないやばい、ちょっとカメラの確認してからライブをしないと。私はどこにカメラがあるのか分からずに始まってしまうので、ちょっとカメラの確認して、うん、リハでカメラの確認します。そしたらレッスンできる、ね、ちょっとカメラって書いとかないと。おはようね、おはよう。天気予報の情報が朝に来るから見てくれって感じだから脅しって。あ、そういうことね。なるほど。前髪伸びたので今日の髪型は壁下通りかもしれない。わからないんですよね、なんかたまに変わるんですよ。たまに変わるね、たまに変わるから。カエルポーズ了解ですって。そうですね、そうカエルポーズです。みんなおはるちゃんってありがとう。おはるちゃんです。レス来るか心配って。なんでね、ぜひオレンジとか私のうちわとか顔見てね、目が合った方はレスします。ちゃんと全力はるちゃんですね。ポテトタイムズのインタビュー読みましたよって。あ、ほんと？ありがとう。え、どうでした？なんかさ、無料版だと、無料版って言うんですか？ね、なんか、インタビューは、なんて言えばいいの？無料版ですと、千葉公演とか、ね、部活動のことを語らせていただいたんですけど、でもね、その続きがねありまして、ね、バスケについて語ってる部分があるので ね見てくださった方いるかな、いるかな。あ、かぼちゃありがとう。ね、スケブにカエル貼っておくねって。え、嬉しい。それはあ、ハルチュンティーのことか。南区はるか T シャツですなって。ね、嬉しいね。ちゃんと南区はるかのうちわも売ってんね。ね、ちふゆのぬいぐるみも持っていこうかなって。え、いいじゃん、ね、いいじゃんいいじゃん。ね、僕は仕事、お仕事があるのあるから30分ぐらいにバイバイしますって。あ、そうなん？忙しそうだね。
ね、カメラいっぱいあるんですよ。そう、どこを見ればいいのかが分からなくて、なんか赤いランプついてるのが映してるカメラよって、あ、それはね分かるんですよ、分かるんだけど、なんかねいっぱいありすぎて探すのに真剣になってたら赤いランプが分からないんですね。パタパタ、コモリありがとう、パタパタありがとうございます、ブザビートありがとう。ね、はるちゃんのサイリウムオレンジで合ってますよ、合ってる。カベシャの髪型好きだよ、ハーフアップのツインって。そうですね、ね、一回10列目だから目が合うかどうかって、あ、全然それは合いますね、それは目合うね、10列目は合うって分かりますよ全然。私はあの目がいいので、あの何回でも見れる気がする。うん、ね、有料版までしっかり読みましたって、え、嬉しい、ありがとうございます。なんかね、あ、有料版は深いねってそう、なんかね、あのインタビューしてもらった時に、あの他のなんて言うんだろう、その前の内容とかあるじゃないですか。そのインタビューはあのちょっとあの私喋ること苦手なので、ちょっとどもこうね、ちょっと止まったりしてしまったところがあるんですけど、なんかバスケをなんて言うんだろう、語る、なんかバスケのあのアルビのお話をさせていただいた時に、あ、アルビ BB ですね、の話をさせていただいた時にめちゃめちゃ話が止まんなくなってしまいまして、なんかバスケの話になるとすごい語るねって言われましたやばいね、なんか他のなんかなんて言うんだろう、話よりはあのバスケの話の方がすごくうまいらしいですって言われましたね。パンプキンありがとう、かぼちゃありがとうございます。娘後ろの方だから見つけられないかも、でもペンライトは一生懸命振ってるはずって。あ、本当ですか、じゃあぜひあの見つけます、後ろの方でも見つけられると思うんで見つけます。ジョージ発見、可愛く発見だ、ありがとう。でジョージ発見って、ジョージいないよ、ジョージ、ブザビートありがとうございます。ここってスケブも用意しようかなって、ありかもそれはね、なんか見つけやすそうね。カメラどこでもレスすればみんな見てるよって、あー、なるほどね。 LINE ライブ勢も見つけてくださいってね、ぜひ見つけます。でコウモリありがとう、ありがとうございますね。カメラばかりに なってもダメだから難しいよねって、そうなんですよね。あの会場にもあのたくさんの方がいて、であのライブカメラ越しでもたくさんの方がいて、ね、どうやって割り振ればいいのかがまだ分かってなくて、どっちを見ようかみたいな、ここでこっちを見る、ここでこっちを見るってね、あのそれが難しくて、なのでどうしよう、うん、ね、こういうのを先輩に聞いた方がいいんだ、そうだ、ね、自分じゃ解決できないのでそうしよう。もし前から2列目で目が合わないと劇場じゃ一生目が合わないよって、確かに確かにそうだね。ね、目がいいのはお得よねって、羨ましいってね。なんかさ、私さ一時期目悪かった時期あったんですけど、いつの間にか目が良くなってた、戻りました、びっくりするほど。あ、コウモリありがとう、パタパタありがとうね。好きなことはいくらでも語れますよねって、あ、そうなんですよ。そう、それでなんかね、なんかすごいすごいねって言われました。なっちゃんとあのリリノとあのインタビューしたんですけど、
その時になんかバスケにバスケのことになるとすごいねって言われましたね。うん、これはバスケの新しいお仕事持ってきてくれるかもねって、来たいって。そうですね、なんかバスケの仕事、もっとしたいですね。バスケ以外にも私、あ、ダメだ、48タイムズさんを見てくださった方は分かるけど、バスケ以外にもなんかちょっとね挑戦してみたいなって思ってて、だからね、スポーツをできるようになりたい、とにかく。なんかね、スポーツできるようになりたいというか、詳しくなりたい、ルールとかもう基礎的なことを、ね、そしたらなんかスポーツ観戦とかの仕事、スポーツの仕事をしてみたいですね。めっちゃお腹鳴る、やばい、どうしよう、お腹空いてるみたい。私前列って意外と、なんだっけ、何角になるか、もう上に向かって上がってる席だから、何角かな、これはね、カメラ経験だからね。そうだね、で魂だけ参加前にもレッスンをよろしくお願いしますって。あ、わかりました、わかったわかった、でそのうち慣れればね。うん、いいね、おはよう。でまたアルビミミさんの試合呼ばれて、アオレでパフォーマンスできるといいねって。そうですね、私さあれなんですよね、小学校の時に千葉ジェッツさんの試合に、小学校何年生かな、2年生ぐらいからかな、初めて行かせていただいたのが千葉ジェッツさんの試合で、その時にハーフタイムショーでチアガールさんっていうんですか、チアの方が踊ってたりしてるところを見て、私もそこで踊りたいって思って、思ってたんですよ。そしたらなんかいつの間にかなんかバスケ関連のお仕事をさせていただけることになり、なんかもうすぐで、ね、これあと一歩で夢が叶いそうなんですよ、ね、あと一歩で夢が叶いそうなところまで来てる。パフォーマンスできたらもう夢が叶ったということなんですよ、ね、あと一歩、いつできるんだろうか。かぼちゃありがとう、ね、初日12列目でうちは見つけられた時はビビったって。だってあれなんかはるかのうちわがね、多分一人だけだったんですよ、多分私が見た中で。だからすごく、あー嬉しいなーって思いながら手振ってた。なんか見つけられちゃった、ね、おはよう、おはようございます、ね、意外な競技だったって。ねえねえ、エンタメも見たよ、あ、ありがとう、ね、ルールとかに興味持ち出したらそれこそ沼だよねって。確かにね、スポーツの沼にはまりそうなくらいちょっと今やばいですね。おはよう、バスケットはお好きですかって、バスケット好きですね、うん、月刊エンタメにも書いてなかったっけかって、多分書いてあった気がする。うん、オフサイドトラップは知ってるって、あ、知ってますね、オフサイドなんかわかんないけど知ってますね、なんでかな、ね、夢中になれるのもあるのはいいことよ、広げていこうってね、ぜひね広げていこう。ラグビーのルールなら教えられますって、ラグビーのね試合はなんかテレビで見たことあるんですけど、ルールも分からずにちょっと応援してた。でも全然ルールが分からないんですよ、ね、だから、ね、ルールを分かるようになりたい、まずは基礎的なルールを。
ね、安西先生バスケがしたいですってね。私もちょっとバスケ最近見すぎてね、もうバスケしたいですね。ね、チアになろうとはしなかったのって、あの、してないですね。あの、なんだろう、あのね、私あのその時からバスケやってるので、ね、バスケを捨ててまでチアは やろうとは思わなかったね。あのバスケの方が忙しかったので、 週に6日ぐらいあったので、バスケの練習がちょっとハードスケジュールすぎてチアにはなれなかったですね。ねえ、トラベリングは知ってるよねって、あ、知ってますね。トラベリング知らなかったら私バスケできてない気がするね。一応ね、バスケの、あ、バスケ部のキャプテンをやらせていただいてたんですよ、こう見えて。ね、スポーツ部の部長って、ね、そうですね、スポーツを全部あのできるようになったら、あのスポーツ部って名乗れるよね。スポーツの部長、なんだろう、スポーツのはるかみたいな。おはよう、おはようございます。かぼちゃありがとうございます。パンポキンありがとう。ね、かかとを鳴らせ万全にしとかなきゃって、そうですね、それまでにあのね、いつでもハーフタイムショー来てもいいように、私はかかとを鳴らせを練習しとかないといけないね。ね、そうだね、いつでも来ていいようにこうやって準備しときます、かかとを鳴らせを。こうやって準備するのかな。ね、可愛い子発見ありがとうございます。嬉しいですね、ありがとう。ね、戦う気満々じゃんって、私が戦うんじゃないもんね、応援するのに。なんでこうやって構えてるんだろう。でスラムダンクだとあの三井先輩が好きですね。ミッチもう仕事に行かないとねって、あ、本当、あ、そうだね、ありがとう、また来てね。ね、さすがに今日は目が覚めてるねって、さすがに目覚めますね、うん、端末の調子悪い。かぼちゃありがとう、パンプキンありがとう、コウモリもありがとうございます。ね、NGT ホテルになることが競争率高かったんじゃねって、そっちの方が高かったかな。あ、やばい、なんかほこりというか、なんかがいる、なんかがいる、私の目の前に何かがいる。ラグビーのルール知れば知るほど面白いかもって、確かにそうかもね。ルールってあの知れば知るほど楽しくなるからね、あのちょっと基礎的なルールを学びたいと思います。これからバスケのポジションはね、ポイントガードしてました。でも今165センチで結構高いですよね。ね、ちょっとあのポイントガード時代は身長ちっちゃくて145センチぐらいだった。145、147ぐらいかな、あの小学校6年生の時147ぐらいしかなくて、ポイントガードやらせていただいてたんですけど、いつの間にかなんか大きくなっちゃってたね。それではまた来るねって、ありがとう、また来てね。可愛い子発見ありがとうございます。ね、バスケ部作って部長になるしかって、でもねバスケ部作りたいんですけどね、誰も入ってくれないの、バスケ部作ってもね。スラムダンク名作ってわかります？スラムダンクすごく好き、すごいね、ほぼ毎日、そうなんですよ、ほぼ毎日バスケをしてましたね。だからね、小学校2年生だったけど、遊びに、友達と遊びに行ったことがあんまりないというね。ね、あ、コウモリありがとうございます、嬉しいです。バスケやっててトラベリング知らなかったらやばいって、確かに、うん、キャプテンだったの、そう、あのみんなのこと引っ張ってたんですよ。
これこんな人間がね引っ張ってた。シュート対決とかあったら外さないって、わかんない、あのね最近ねできてないから絶対外すよね最近さバスケしてないからさ絶対外す自信しかないんだけど、近くのシュートだったら外さない気がする。あのゴール下とかそういうレイアップシュートとかはあの全然外さないけど、ちょっとスリーポイントシュートとかなんか来たらちょっとは外すよね絶対。で絶対外さないは無理かも。最近バスケやってなくてさ全然わかんない、ちょっとバスケできるところを探したいんですよね。バスケしたくなってきちゃって、ね、ラグビーはよく知らないけど前にパスしちゃダメ、ボール持ってるプレイヤー以外にタックルしちゃダメ。あ、そうなんですか。へね、スリーポイントシュートもはや芸術ってね、かっこいいよね、すごくいい ね。ブザービートありがとうございますね。何かがいる前にごめんなさい、その誇りは私ですって。あ、まさかのちょっとちょっと叩いちゃった気がする、ごめんね。じゃあ今日の大喜利は、あ、今日は大喜利を祈ってタコって、あ、待って、タコありがとう、ちょっと待って、あったあった、タコありがとうございます。タコタコタコ祭りありがとうございます。待って、この子顔がこっち向いてなかった。タコ祭りありがとう、嬉しいですね。ね、いつの間にか伸びてましたね。コウモリありがとう。だるまありがとうございます。ゴロ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 ありがとう。今日はルアシとハルチュンを目で追いますねって。お、じゃあね、ルアシか。ね、ルアシとじゃれたいと思いますね。うん。バスケ見る部から始めてみてよって。確かにバスケ見る専門だったら入ってくれそうだよね。あのバスケを見るっていうだけはね、やる方は多分誰も入ってくれなさそうね。パンプキンありがとう、ありがとうございます。猫の花火もありがとうございます、ありがとうね。あのじゃあなんだろうね、見る部だったら誰が入ってくれそうかな。あ、でもね、なんかね、リリノちゃんがバスケをなんだっけ、なんか女子バスケ、なんか大学だっけ、なんか高校バスケだっけ、なんかなんかね、どこなんだっけ、何が好きって言ってたのか忘れちゃったけど、なんかね、あのバスケ好きだし、あのバスケ見るのは好きらしいね。だからリリノさんはね、リリノさんは入ってくれる気がする、ね、何が好きだったか忘れましたね。なんだっけな、なんか好きって言ってたな、バスケのなんだっけ、忘れましたね。リリノさん何でしたっけ、リリノさん、あ、ここにはいないんだけど、ちょっと気持ちで伝えられるかなって思ったら、起きてるかな、まずリリノさん、リリノさんここにいないんだけどさ、うん、ねえ、リリノさん、ねえ、テラヒナがバスケできるところ知ってるはずよって聞いてみればいいのかな、え、いいのかな、聞いていいかな。じゃあちんちゃん一人でフリースタイルバスケよって一
人で、ね、ブザービート決めたことあるって、なんかね、なんか映像には残ってないけど、ミニマス時代にね、一回だけね、なんかね、そういうのがあったんですよ、ブザービートというか。でもね、なんかこう大会じゃなくて、なんて言うんだろう、ちょっとした試合みたいな感じだから、あの映像には残ってない気がするけど、一回だけ本当にやったことありますね。おはよう、ブザビートありがとうございます。なんか大会ではないけど、うん、ね、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとう、ね、叩かれたご褒美ってやばい、ね、ちゃんと3匹いますよ、3匹いる、ね、タコありがとう、タコタコタコ祭りありがとうございます。ハッピーハロウィン、ファイナルファイトって、ありがとう、頑張ります、ハートありがとうございます、キュンです、ありがとう。ちょっとリリノさんに聞かなければいけない、バスケは長身イケメン多いから見るだけでも楽しいかもねって。あ、それ目当てですかね、私はそれ目当てだったんかい。私は普通にバスケ好きだから見てるんだけど。あ、かぼちゃありがとう、待って、なおありがとう、ちょっと2分ずれてるわ、やばい。ブザビートありがとうございます、ね、バスケの応援ならあおちゃんかなって、あメールの返信で聞いておくねって、ね、ありがとう、ね、ありがとう今日の公演でバスケ部できたら終わるって、あ、私が、あの急にバスケ部作りたいと思いますって私が言うの、ね、はいってありがとう、ね、はるちゃんにとってバスケットボールとはって、なんかさ、あれみたいじゃん、なんだっけ、なんかあのさ、プロフェッショナルみたいなさ、 CM なかった、なんかさ、インタビューに答えてる、こうやってさ、私にとってバスケとはなんとかかんとかですみたいな、なんかさ、なかった、なんかさ CM あった気がする、なんとかプロフェッショナルみたいな、わかんない、忘れちゃったけど、え、これ切り抜いてあれなんですか、 CM にしてくれるっていうことですか、これやばい、あ、これありがとう、これタコありがとう、タコタコタコ祭りありがとうございます、嬉しいね、タコね、タコタコのタコとさ、だるまのさ、名前をさ間違えてしまう、同じ赤だから、やばい、テラヒナ仲良くしたいって言ってたから連絡したら喜んでくれると思うよって、あ、そうなん、そうかな、ね、あのね、全然連絡を取ってないので最近だからね、ちょっとね、あのいきなり連絡するのはご迷惑かなと思ってちょっとね控えてるんですけど、なんか連絡したいね、あ、そう、練習試合的なやつで、そうですね、待って、これコウモリありがとう、誰もありがとうございます、ゴロ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 ありがとう、ちょっとさ上の方行くね、で上の方に行きます、50関東終了しましたって、ありがとう、コウモリありがとう、ありがとうございます、誰もありがとうございます、ゴロ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 ありがとう、長身がみんなバスケやってるとは思わないでくださいって確かにね、めっちゃ身長高いですもんね、なんかお化けがおおってなってるやつ、ありがとうございます、
なんかすごいやつが来たね。体調準備大丈夫って、あ、全然大丈夫ですね。体調も良くなりましたし、あ、なりましたし準備もね、いい感じなので全然大丈夫ですね。ね、そんな CM あったかって、あったよ。なんか CM というか、なんかテレビというかね、プライベートでメンバーと一緒にバスケ観戦から始めてみてはって、いやープライベートか、多分誰もいなそう、プライベートでバスケ見てる方ね。なんか私はバスケットライブで見てるんですけど、でもね昨日の試合がねまだ見れてなくて、でも結果は知ってるんですよ。ね、ちょっと見たいと思いますね、試合を。うーん、部活紹介コーナーでいきなりマイク奪って「バスケ部作らそう!」って言ったら笑うって、多分ねそれはやばすぎて。なんかみんなシンってなっちゃうよね絶対。ブザビート寝坊したって全然大丈夫よ。ブザビートありがとうございます。あ、これお化けのおおっていうやつありがとうございます。あとかぼちゃありがとうございます。あと猫の花火ありがとうございます。だるまありがとうございます。ゴロ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 ありがとう、嬉しいですね。沼にはまりに来ましたってありがとう、ハートありがとうございます。キュンです。かぼちゃもありがとう、みんなありがとう。あ、そうプロフェッショナル仕事のこれなんて読むのかわかんないけど、流儀わかんないけどそんな感じ。え、流儀で合ってる、それ合ってるみたい。やばい、なんか心配になってくるな、なんか感じが。昨日は天皇杯ですね、星になっちゃうんだね。そうですね、コウモリありがとう、パタパタありがとう。いや、プロフェッショナルか情熱大陸に出ないとね、出るしかだね。でも情熱大陸の方がすごく好きですね。あの音楽が好き、でてて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 て、あれこれ違う、これは違うか、なんかティー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 みたいな、なんかティーティーティーみたいな音楽かっこよくない、情熱大陸さんの方が。あ、プロフェッショナルはティー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 って、なんか言葉にすると難しいね。ティーティーティー、あの両方のねかっこいいと思うけど、私はトゥ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 の方が、あのちっちゃい時の、ちっちゃい時から好きだったので、ね。あ、昨日の試合まだ見れてないの。ケベアルマン選手が大爆発だったねって、まだ見れてないみたい。ちょっと今日の今日ちょっと合間合間で見ようと思ってるので、今日か明日見ようと思ってるので、まだ見れてない。見たい、ちょっと早く見たいな、ちょっとそれは。うん、ね、3期生の発信の新しい部活作るのありだと思うよって、ね、ですよね、なんかね、作りたいね。サラランとテラピーはよくコラボでバスケットライブ配信してたよって。あ、そうなの、へー、おはおはるって、おはおはるです、来てくださってありがとうございます。ね、流儀で合ってる、なんか煽られてるコメントがある気がする。
今さなんかバスケまだ見れてないの、煽られてる気がする。このコメントは読んだ方がいいのか。煽られてる気がする。新州買っちゃってサーセンって、あ、サーモンっていう意味かな。新州買っちゃってサーモン。これでいいやね。もう、あ、いや、うん、買っちゃってサーモンって聞こえるね。サーモンってなんだろう。うん、サーモンだよねこれ、サーモン。うんね、音楽かっこいいよねって、わかるね、わかる。音楽かっこいい。かぼちゃありがとうございます。今日卵かけご飯の日なの、ね、食べないとじゃん。みゆみゆはアナザースカイに出たいらしいですって。あ、そうなの。へえ。ね、情熱大陸さんも、プロフェッショナルはずっと探してた。待って、わかんない、私音程しかわかんない、歌詞わかんない。ずっと探してた理想の自分にって、すごいかっこいい。あ、ドクロの花火ありがとうございますね。博士太郎さんね、ブザーティングってありがとう、ペンライトありがとう、博士太郎さん、うん、楽屋で他の子巻き込んで見ちゃえばって、あのね、あれだね、あの前にスイスイ巻き込んで一緒に見てた、スイスイと一緒にバスケの試合見てましたね。で、あのおしゃべり会の、あのオンラインおしゃべり会の合間とかに、あの一部空いてたりするじゃないですか、私たちって。その時にあのマネージャーさんとかも巻き込んで一緒に応援してたのね。そういうことを最近してますね、あの巻き込んで見てるの最近は、バスケの試合を。あ、ブザビットありがとう、あ、ナウありがとう、53分だ、サーモンとはって。勝っちゃってゲーセンかもよって、あ、確かにゲーセンか。全力はるちゃん発見ってありがとうね。はるちゃんはチャイナ服こそ正義、わかんないね。かぼちゃありがとうね。おはようございます、南川はるかです、来てくださってありがとうございます。バスケは展開が早いから一度見たらハマるねって、そうなんですよ、もうハマりまして、あの試合って土日しか最近ないじゃないですか。あ、たまに、本当にたまに平日が来るくらいじゃないですか。だから早く1週間来ないかなって思いながら待ってるんですよ。1週間、土日を待ってる最近は。で、合間に見てたりしますね、おしゃべり会の。巻き込むの好きだねって、そうですね、巻き込むの大好きですね。マネージャーさん巻き込むのは強いって、え、ですよね。ね、スイスイハチマキ巻いて応援してたって。いやハチマキしてないね。うん、ブザビートありがとうございます。あ、ナウありがとう、ありがとうございます。バスケは展開早すぎてめちゃくちゃ大変だよなと思って、わかりますね、バスケ経験者の私でももうやばいそうだなって思う、早いなって思う、目が追いつかない、おおおおって、なんかこうバスケ動きが早い。で、土日待ってるのは分かるって、あ、だよね、で私も待ってますね。バスケも声出し OK にならんかなって、あ、そうだね、なんかなってほしいね、声出し OK に。で、首が
右左、あ、右見たり左見たりで取れそうになるって大丈夫大丈夫か。バスケの針線で叩いてくださいって、なんでやねんちょっとレスで叩く。学生時代のマラソン大会とかシャトルランとかも陸部よりもはやバスケ部が強かったって。私のね学校もそうでしたね。なんか陸部より、あ、でも中学校は陸部の方が早かったけど、小学校はマラソン大会はあのバスケ部がずあのバスケ部がもう最初もう上位にいて、うん、結構バスケ部早いらしい。ペンライトありがとうございます。ブザービートありがとう。ブザービートが決まったら思わず席立っちゃうって、わかるね。オンラインでもさ、オンラインで見てても私うわーってなんか席立っちゃうもんね。じゃあ全国なんだろう、全国なんとかの屈折かなのスキー部が体力お化けだったって。スキー部ってあるの？屈指なの、これ。屈指なんだ、全国レベル。57分になった。あ、本当だ。じゃあランキング読むね。ねえ、私の学校野球部か。野球部ね、野球部も強かった記憶もありますね。それでは13位からいきます。13位、秀樹さんありがとうございます。12位、アスリートさんありがとうございます。11位、ボンさんありがとうございます。10位、酒井慎一さんありがとうございます。9位、ロバ太郎さんありがとうございます。8位、チーボアと昼夜ホワイトさんありがとうございます、頑張ります。7位、南川春さんありがとうございます。6位、りょうさんありがとうございます。5位、756さんありがとうございます。4位、ケンジさんありがとうございます。ケンジさんありがとうございます。3位、南川剛さんありがとうございます。2位、よしさんありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルン、トマさんです。ありがとう、ありがとうございます。あ、初見ですって、ありがとうございます。南川遥です、来てくださってありがとうございます。ね、今日はツアーがあるので終わっちゃいますね、ごめんね本当に。明日はあの時間を気にせず夜できると思うので、今日は朝配信だけですね。明日は多分夜できるかもしれない、わかんない、予定がわかんない。まだ、ありがとう、来てくださってありがとうございます。昼夜見つけてもらえるように頑張るねって、ぜひ見つけますね。振り返り配信やろうねって、やるで、ツアーホワイトでって、ありがとうね、ぜひ見つけます皆さんのこと、なのでよろしくお願いします。頑張ってきてねって、ありがとう皆さん、朝早くから配信見に来てくださってありがとうございます。またツアーで会いましょう、あのオンラインでも、ありがとう、また来てね、ありがとうございました、またね、また来てね、あとでね、ありがとう、バイバイ、バイバーイ。